ジャービス・マッケンティーはアメリカ合衆国の画家である。フレデリック・エドウィン・チャーチの弟子でハドソン・リバー派の画家の一人に数えられる。ハドソン・リバー派の画家の多くと友人で19世紀後半のギルデッド・エイジと呼ばれる時代とその後の時代のニューヨークの画家に関する記録を残したことでも知られる。ニューヨーク州のキングストン近くの村ロンダウトに生まれた。 ユニバーサリスト協会の運営する学校で学んだ。1850年にニューヨークのナショナルアカデミー・オブ・デザインの展覧会に初めて出展した。翌年、画家として実績を上げて始めていたフレデリック・エドウィン・チャーチの弟子となった。チャーチとは生涯を通じての友人であったが、マッケンティーの画家としての評判や収入は、チャーチの地位に及ぶことはなかった。 チャーチに学んだ後、実業家になろうとしたが、成果が得られず3年ほどで商売は諦めた。ニューヨークの芸術家のために1857年に建てられた10番街のスタジオビルの利用者の一人となった。この建物には、チャーチやロックウッド・デ・フォレスとアルバート・ビア・スタッドラも利用した。この建物の利用者の多くが、 独身者でスタジオに通うことが多かったので、マッケンティーの妻の明るくせは好きな性格もあって、マッケンティーのスタジオは芸術家の集まるサロンになった。マッケンティーが親しくなったハドソン・リバー派の画家には、サンフォード・ロビンソン・ギフォード、ワージントン・ウィットレッジ、ジョン・ファーガソン・ウィアーがいて、人物が風俗画を描いたイーストマン・ジョンソンとも友人になった。 1860年にナショナルアカデミー・オブ・デザインの巡回員となり、1861年に正会員になった。1869年にはヨーロッパを旅し、主にイタリアで作品を描いた。マッケンティーの風景がは暗く、淡い色調が特徴であった。作品とは別に、1870年代から没するまで詳細な日記を残していて、 当時の美術界に関する貴重な資料となっている。ありがとうございます。